北アルプス牧場直売店にも行ってきました。お店はこんな感じ。2頭の牛さんがお出迎えしてくれます。ここで牛乳ソフトクリームを食べたんですけど、濃厚な牛乳の味がたっぷり詰まっていてとっても美味しいです。これぞ牛乳ソフトクリーム。ここのソフトクリームはとってもお気に入りなので、長野に来た際はぜひ食べてみてください。そして北アルプス牧場の近くにある安曇野アートヒルズミュージアムにも行ってきました。前回来た際にはここのお庭にガラスのお花が咲いてました。アートヒルズでは様々なガラス製品が取り扱われていて、見て回るだけでも十分楽しいんですけれども、ガラス製作の体験ができるワークショップもあるみたいです。たくさんの素敵なガラス製品を見てると目の保養になりますね。そして長野県発祥のラーメンチェーン店天宝に行ってきました。ラーメンの種類が多くて悩んだんですけど、おすすめらしき担々麺をいただきました。担々麺は食べやすくて美味しかったです。餃子は特徴的な味で癖がありますが、そこがこの餃子の魅力なのかなといった感じで美味しくいただきました。調味料も多くて味のアレンジができて、好みに合わせて調理できるなと思いました。コスパも良くいいお店でした。